どうもプロ最弱アスリートシナパンです。 YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析、今日はですね、現在日本で最速の高校生でございます、宇沢とわ選手。現在高校3年生で10秒前半出してます。しかもですよ、陸上の経験が1年半とかですよ。2年行ったか行かないかぐらい。もうまだ最近まで野球やってたらしいです。野球やって速攻で10秒で出したこの怪物、これマジでもったいないです。これマジでもったいないです。今回日本史上最高の体幹の動かし方を持っております。活動してください。宇沢やべえ宇沢ね、もう宇沢さん好きなんで、宇沢と呼ばせてください。逆にね、呼び捨て近づきたいいや、結構コメント欄であったんです、これ。コメント欄で高校生のチャンピオンの宇沢選手やってくださいあったんですけど、いや、なめんなと、こっちガトリンとかブレイクやってんのさすがに見劣りしちゃうじゃん、高校生とか。わかるよ、わかる。自分高校生の視聴者さんも多いので、自分たちの年代に近い選手を見たいんだなって。いや、でもおじさんそんな暇じゃないから、ごめんなさいね。ちょっとやっぱりこう世界基準でやってますからって思ったら、世界基準でした世界基準だったこいつ、バケモンでした。いや本当に俺結構いろんなスポーツ選手を見てますし、最近はバスケとか、ね、NBA 選手を分析したりとかいろいろ見てますけど、いや本当にこれはリップサービスじゃない、この動画伸びる伸びない関係なく、これはもう言わせていただきたい。マジで現在現役のアスリートの中では、あの陸上スプリンターの中では日本で最高の体幹の能力を持ってる選手です。やばいっす、本当に。そんなに、もうやばいとしか言いたくない言えないじゃん、思いつくけど語彙力をあえて消したくなるぐらいの凄さで、この選手最初にも言いましたけど、陸上経験まだ2年くらいです。現在高3なんですけど、去年高2でインターハイ100、200どっちも2冠に輝いたんですよ。輝いたんでヤンスよって言っちゃいました。もう興奮しちゃいましたねパープロでそういうキャラいましたね。やべだヤンス野球でもすごい選手だったらしいんだけど、怪我して3年中3の時に陸上ちょっとやってみようかなってやったらやばくて、現在月立高校ですね、宮城県月立高校に現在高校3年生です。で2年生の時に開花したんですけど、本当に最高のフィジカル持ってるから、もうこんなタイム出ちゃう。追い風参考で10秒19出してます。 100m です。200も、てか200の方がやばい可能性が高くて、200も20秒台。これやばいっすよ、普通に。やばいっす。20秒36。これ、サニブラウン選手が記録、高校生の時記録したタイムと 0.02 秒だけしか変わらないぐらい。本当に半端ない人なんですけど、何がすごいか、超ハイブリッド体幹の持ち主です。おハイブリッドです。本当に。で、2つ、今までお話ししてきました。こちら、接続選手。これ体幹すごい動きしてるんですよ。もう、パイオニアですね。体幹のパイオニア。体幹って言葉をこの人が作りました。嘘つけ。絶対に言わしてもらいます。それはあの人がないから俺は言わしてもらいます。そしてソエーテンちゃん。出た。横の重心移動。側軸ってお話しました。ピッチを上げるために肩から股関節を通ってるこの横の重心移動した時に一番切り返せる軸があるんですよ。正中線って真ん中の軸ですよね。そこに対して側軸っていう左右の軸も存在するんですよ。そこにしっかり体重を乗せて腕振りを横に振っていくことでピッチを上げていくって走法をやってたんですね。そしてこの2つ並びました。これどっちもやっちゃってるんす。どっちもやっちゃってるんす。ヤンスヤンスヤンスやべ、すげえんだよ。やべはすごい。やべはすごいよ。ちょっともう一回見てみましょう。なんか走ってる印象なんですけど、顔を振ってるような印象、なんか顔ブンブン振ってる。で隣のレーンの選手、黒い服着た選手、この選手の側軸すごいっすよ。結構離されてますけど、側軸はめっちゃ綺麗な選手です。頭見てください。左右にこうやって前向いたまま頭が移動してるの分かると思うんです、隣のレーンの選手で。宇沢選手は横にも移動してるし回旋もしてるんですよ。つまり側軸しながら体の回旋運動もめっちゃ出てるってことなんですよ。この両立はマジでハイレベルです。だいたい体の回旋で勝負する選手、まあ末粒選手なんかそうですけど、は側方移動を極力少なくして背骨が安定しやすいど真ん中に置いといた中で回旋して勝負するんですよ。横移動とか結構腕を大きく横に振ったりする選手、上半身を使う選手によく見られるんですけど、その2つをやってます。宇沢選手は手も結構横に振るんですよ。横に振りながら回旋が出て、で回旋の種類がまたやばい、またやばいですよ。これ見てください。肩は左側に回って、腰は右側、まあ腰と肩が反対側にこうひねられれば
体はひねられてます。でこれはまあ一般的な回旋なんですけど、末次選手がやったナンバーワシとかの回旋っていうのは肩が左に行ったら腰も一緒に左、肩と腰はずっと同じ方向に一体となって回旋していく動き、これもやばいんです。でこれはむずすぎるから体の中心でやるのが普通なんです。でもソヘイテンやりながらこれやっちゃってるのが宇澤選手のすごいところ。これは初めてのケースでした。これちょっと少しもらいたくないですか、エッセンス的に。これ実際やってみるとめちゃくちゃ難しいトレーニングなんで、もう技術がまだ未発達でこっから伸びていくわけですから、もっと速くなる。でも現在でも超すごい記録出してるってことはもうフィジカルが半端ないと思います。今回最上級難易度だと思います。いきましょう、シダパン。はい、ではやっていきましょう。宇澤選手のになるためのちょっと最高難易度かもしれない、過去最高難易度かもしれないフィジカルトレーニングやっていきましょう。宇澤選手になるっていうのはかなり難しいかもしれませんが、ちょっとエッセンスはもらえるかもしれない。チャレンジしてみると自分の気づきあるかもしれない。俺も学んでいきます。じゃあまず最初に、さっきの回旋の話ちょっとよくわかんなかったしないけど、普通の回旋っていうのは肩は右にひねられたら腰は左、こうやってねじる動きですよね。腰と肩が逆回転をするのがねじられてる。でも末次選手とかがやってらっしゃるナンバーワシの選手っていうのは肩と腰が一緒に回転するんですよ。でこの体の強力な回旋によって腕は何も意識しないで勝手にこう巻きついていくように腕はひねられていくんです。もう腕全然力入れてないけどこういう回旋になる、こう一緒に回旋してますよね。で足もそれにつられて動いていく。でこの特徴として肩は内旋外旋って言って内側ひねったり外側ひねったりっていう動きが出ることが特徴です。見るときにね、そういう動きがあった場合、あ、ナンバー系の回旋してると思ってます。宇澤選手もう一回見てみましょう。前に出る手外旋してるんですよ、こうやって後ろに行く手は内旋してます。あ、足見てほしい。後ろに蹴っていくときには内旋をしてます。で出すときにガニ股で出してくる。これのメリットめっちゃあって、後ろに蹴ったときに内旋が綺麗に出てますよね。出ると大腰筋、腸腰筋、ももを上げる筋肉がめっちゃ伸ばされて、何にも収縮自分で意識しなくてもももが上がってくると。だから本当に後半も伸びるしピッチも速い選手っていうのは、まあ、即軸でピッチ作ってこの回旋でストライドも自然に出てくるんですよね。あの筋疲労が少ないので、これは中心で動くから筋疲労が少ないから後半も伸びるしピッチも速いと。最強のフィジカル、これはなんかアメリカの近代科学でもちょっと説明つかないところなんじゃないですかね。ちょっと数値で出るもんじゃないと思います。そして即軸、耳から肩、腰、股関節、ここね、このラインでやます。このラインでやべライン、やべライン、やべライン、やべライン。でそこに対してこういう左右の重心度が起こっていくと、股関節の前まで頭が乗っていく動き。でさっき隣のレーンの選手とかはこういう頭の動きが、結構走ってる映像見ると頭がこうやってぐん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 って動く映像とか見る、大きく出てる人は即軸が使えてます。ソヘイテン選手とかタイソン・ゲイ選手とかめっちゃ綺麗に出るんですよ。でその2つが合わさったウザちゃんはですね、こう最重心の位置ながら顔もこうやって揺れてるんですよ。だから頭がなんかこうやって揺れてるような走りになる。でそれについていくように回旋を覚えて、回旋と左右重心とかあるからピッチ曲がって後半も疲れないっていう最強の短くなりました。昼に食べた、ソース焼きそばのカスが今出てきましたけど気持ち悪い、危ねえと思って危ないと最強ごめんって思いましたで、じゃあこれね、前ちょっと取り上げたことがあったんですけど、ケンちゃん、うちの原ケンチャンネルのケンちゃん指導したことがあるこの回旋で腕を振るトレーニング、ちょっとやってみましょう。手はリラックスして肩と骨盤を一緒に回旋していくと手が自体ついていきます。こんな感じになりますよね。まあ、でんでん太鼓みたいなイメージですかね。体が回転するとこうやって手が巻きついてきますよね。一緒に回転してるとこうやって体に巻きつくだけです。これを体の回転タイミングをちょっと速くしていくともっと巻きついていく。そうやってで巻きつきが回転が鋭くなっていくと上に上がっていくんです。でさらに速くなっていくとこういう動きなんです。気持ち悪い。いや気持ち悪いよ。宇澤が気持ち悪いよ。宇澤くん気持ち悪いよ。本当に。俺が気持ち悪いんじゃない。宇澤くんがすごすぎる。本当にすごいと思うよこの人。本当にだって多分天然でやってるでしょ。あ、これトレーニングで身につけてないもん。確かに。でこれ気持ち悪かったでしょ。うん、これ超大変なの。体をめっちゃ細かく回転していくから。しかもこの骨盤と肩を固定するから。
だから自分の足と足の真ん中に体があって一番姿勢が安定しやすいとこでしか結構むずいんですよ。なるほど。で宇沢くんは片方に乗っけたこの側軸上でできるんですよ。おお。これ宇沢くんバージョンやっていいですか。できないと思ったら宇沢くんバージョン、セミ宇沢くんからやっていいですか。ハーフ宇沢ハーフ宇沢からいいですか。ハーフ宇沢はまあ体重こっち側軸に乗せて頭も足の上股関節に持ってくるんだけど、ちょっとサポートで9対1ぐらいで1サポート、反対足も少し触れておきます。この側軸上でこれやっていきますよ。めっちゃこっちに行きたくなってるでしょ、多分ブレちゃってるでしょ。ウザー君多分ここの綺麗なところでできると思います。ウザー君レベルフルウザー、フルウザー、フルウザーいきます。いっちゃいますか。ワンホールウザーす。ワンホール、ワンホール、ワンホールのウザーいきます。ハーフじゃないです。本当の宇沢くんはですね、片足できるんです。片足完璧な側軸です。股関節の真上に頭が乗ってた状態、この状態で返せる。宇沢なりてぇ。次、来世は宇沢みてぇなりてぇ。母ちゃん、母ちゃん。ちょっともう一回チャレンジ、ちゃんと軸を取って、これ綺麗な回線が出ないとダメですから、側軸の選手結構側屈が出ちゃうんですよ。この時点でもう回線汚くなってます。横に乗せるんだけど背骨まっすぐのまま。ダメだ。さっきのこのスピードくらいで体をこの回線で腕振るのが片足でできたら最強です。僕はちょっとハーフウーザーまででした。悔しいね、悔しい。でもフィジカルトレーニングとしてもいいと思います。背骨の動きがバランスを不安定な状態でもできるかってチェックはぜひとも必要なので、まあちょっと宇沢くんのレベルはかなり難しいですけど、ちょっとトレーニングとしてやってみた時に自分の走りを見つけたり気づきになるかもしれません。以上がですね、宇沢くん、もう過去高校生の中で最高のフィジカルと私は思ってます。ちょっとサニブラウンさんを超えるんじゃないかと僕はもう一人ファンとして期待します。以上がですね、高校インターハイ2冠王者宇沢斗亜選手の超ハイブリッド日本史上最高の体幹の機能のフィジカルについてお話ししました。他にもですね、スプリンターでもいいですし他のスポーツでもいいです。この選手のフィジカル分析してほしいっていう方がいたら、コメント欄の方でリクエストぜひともよろしくお願いします。フィジカル分析でした。次回のフィジカル分析もぜひとも活目してください。ではまた。